こんにちは島田です12月のメルマガの解説をさせていただきます。12月はですね、セールスイネーブルメントに関して書かせていただいたんで、まあ、その内容をですね、補足的に解説のをさせていただこうというふうに思うんですけど、まず、営業会社の実態と問題点ということで、まあ、多くの、ね、営業会社が、 えー、どの営業プロセスにいるのかっていうことなんですけど、結局ですね、えー、ランダムっていうのが一番多いんですよね。まあ、要は、俗人的営業っていうやつですよね。<laughs> 営業前一人一人がバラバラで、えーまあ、統一性が取れてない。それで、ね、あのダイナミックっていうのがね、 えー、ちゃんと組織としてまとまった形で営業をやってますよというようなものなんですけど、ほとんどは、えー、ランダムでやってんじゃなかろうかなということで、まあ、それこそね、キーエンスみたいな会社さんは別として、まあ、ほとんど多くの会社がね、えーまあ、このランダム。 属人的な営業をされてるんじゃないかなと、それでまあ前もね、警鐘を鳴らしたんですけども、セーフスイネーブルメントの本を書かれてる人たちが、皆さんね、システム会社の社長さんなんですよね。それで MA であるとか、SFA の販売をしようとしてるんですけど、買っちゃダメですからね、やめた方がいいですって。 あのまずね、売れる仕組みを先に導入しないと、あのまあ、要は SFA にしてもそうなんですけど、営業の行動管理をするための仕組みでしかないわけですよ。その行動がランダムな行動だったら、管理して何になりますかって話じゃないですか。セールスインーブルメントとは関係ないんですよ。 セールスイネーブルメントっていう考え方っていうのは、売れる仕組みを会社に導入することであって、システム導入じゃないですからね。これ勘違いしちゃダメですって。えー、例えば、キーエンスとかは、売れる仕組みが会社の中にあるわけですよ。その売れる仕組みをより管理するために、システムを後から導入してるわけですよ。 その売れる仕組みを御社に導入してないにもかかわらず、システムだけ、例えば SFA 入れました、ね。確かにね、管理する側からすると、何件商談したとかね、どうだったとかっていうのはね、見て楽しめるかもしれないけど、じゃあ入れる側からしたら、 昨日まで何もやってなかった社長がなんかめんどくせえもん入れやがって、このち来しようと思いながらね、<laughs> いやいやね、入力するだけにしかならないわけですよ。それで売れるやつは今まで通り売るし、売らない人間は今まで通り売らないってだけなんですよ。そんなことやって がありますかっていう話じゃないですか。セールスイネーブルメントっていうのはシステム導入じゃないですから、売れる仕組みを導入するものだっていうのをね、当たり前ですけど、理解しないまんま、えー、システムの導入をするのは絶対やめたほうがいいですよと。じゃあ、売れる仕組みってどうやら作れるのっていうと、まあ、これは非常に難しいです、はっきり言って。 あのー、普通の人だと多分できないと思いますね。えー、これ自信持って言えるんですけど結局ねハイパフォーマー、えーまあ、トップセールスって言われる営業の えー、中身を視覚化すするんですよねあまあ可視化するっていうかな誰でも見えるようにこうするんですけどその中から売れるなんで売れるのかって売れる要素を抽出してそれを再構成して誰でも売れるようなものを作り上げなきゃいけないんですけど。 じゃあ、トップセールスの営業っていうのは、独特なんですよ。人によって結構ね、その人の癖で売ってる、人間性で売ってたりするわけですよ。じゃあ、その中で、誰でも共通する部分をこう導き出していって、それをあなたでも誰でも売れるようなものに落とし込めるかっていうと、はっきり言って不可能なんですよ。 ありえないんですよそれを作り込むっていうのはね普通に考えると。じゃあなんで私がセールスイネーブルメントの構築を手助けしますよって働いてるのかっていうとやったからなんですよ。24年前に実はフランチャイズを教育するフランチャイズにを えの仕組みを作り上げるために、自分自身が試行錯誤して、半年間かけて悩み抜いて、作り上げたのが、セーールルスイネーブルメントなんですよその当時は言葉なかったですよ、アメリカにもその当時その、そんな言葉なかったんですけど、自分自身で売れる仕組みを作り上げた経験があるから、できるっていうのが、まあ、実証されてるわけですよね。 だから言えるわけですよ。他の人じゃ無理ですよ。なんでかっていうと、すごい重要なもののパーツが皆さんないから、それがない限り売れるように、誰でも売れるようになんて、作り込みが難しいというかできないんですよね。えー、ということで、えー、ちょっと話が逸れましたけど、えー、まず御社の会社、えー、ダイナミックですかそれとも、 まあ俗人的にバラバラでえ営業してるんですかっていうのをまず見極めてくださいよと。それでまあセールスイネーベルメントとはっていう話なんですけどさっき話したように会社に売れる仕組みを導入することですよとそれが先ですよということであのまあこれはこれ きちっと作り込む、属人的営業から誰でも簡単に売れるように、変えていかなきゃ絶対ダメですって、そうしなかったら、えー、社員を何人雇用しても、売れないまんま残るか、退職していくか、どっちかしかないんですよ。なんでかっていうと、今の市場って、昔の市場に比べて、明らかに試合数が少ないわけですよ。 我々の頃はもう朝から晩まで回ってられました。もうね、それこそ土日関係なしで回ったり、朝、朝ね、8時、7時、下手すると6時から回って、夜中は10時、11時、下手すると12時ですよ。たまに12時超えても回ってろうなんてバカな、ね、上司いましたけど、それが当たり前の世界でした。でも、お客さんも、 そんな時間に行っても、お,お兄ちゃん頑張ってんねとかって言える市場があったんですよ。今ありますか今8時過ぎて行ったらどんな顔されます非常識だって警察に電話されませんもう全然市場が違いますから、もう明らかに今の市場は昼間しか勝負できないんですよ。しかもネット社会になって飛び込み営業なんてもう通用しないですって。 テレアポもきちっとやんない限りアポイントも取れないですし非常に新規が難しい時期になったんですね。それで勝負する私らの頃って1日に3件とか、まあ、うまくすると5件とか勝負できたわけですよ。社長に会えて商談ができました。今1日1件か2件ですよ。できたとしても。 ほとんど1日1件もできないぐらいの市場になったんで、そうやって考えると、仕組み化して、こうすりゃ売れるんだっていうものを作り上げない限り、社員が育つわけがないっていうのがね、ぜひ頭に置いて、えー、指導の方というか、仕組みをね、作り上げるのが絶対先ですよね。えー、まあさっきもやたら力説しましたけど、システム導入だけしても、 あの何の意味もないです。<laughs> システムでね、仕組みは作れませんから、あくまでシステムっていうのは、売れる仕組みができた後で導入する分にはいいですけど、それがないうちに、いくら導入しても、 営業マンからしたらやること、やる仕事が増えただけ、本当ね、社長に対しての愚痴しか言わないです。それで社長も入れただけ、あの数字も見やしない。結局ね、結果しか見ないんですから、ね。日々の行動を、なんでこれが必要なのか。それは売れる仕組みでこれをこんだけやったら、こんだけの成果が出るはずだっていうものがあって、初めて、これをやりなさいでしょ。 プロセスを重要視するっていうのは、結果が見えるから重要視するわけですよ。結局、営業会社なんて結果がすべてなんですよ。ただ、プロセスをやらない限り結果は出ないんですよね。じゃあ、そのプロセスが、やったらやっただけ成果に結びつくプロセスをちゃんと作り上げてるのかっていうところなんですよ。それを会社の社長としてあなたが作ってんのか。 作り上げれてるのか、今の現場であなたが出て実際に売ってるのかっていう話なんですよ。それをやらずにおいて、ダメですよ、あの顧客に行っちゃ。新規で自分でやってみるっていうことをやってみなきゃだめなんですよ。今の時代がどんだけ変わったのか、ね、やってごらんっていう話ですよ。これはあの営業のマネージャーとかもそう、部長とかもそう。 新規営業やってみ難しいから、本当に。でも、そういったことをやりながら、新規を取っていくっていうこともね、実際にこうすりゃ取れるんだっていうのを会社でやっぱ作り上げていく。それができて、新人を入れて、同じことをやれば、できますよと。ね、このプロセスやればできるんだっていうものがあるから、初めて。 雇用もできるし、育っていくわけでしょっていうとこなんですよね。えー、ということでね、えー、間違ってもシステムだけね、えー、月々、えー、2万か3万か死んねえですよ。そんなお金が無駄になりますから、えー、絶対入れちゃダメですよっていうことですね。それで、営業を可視化するっていうことなんですけど、ハイパフォーマーはとにかく感覚なんですよ。 あのー、もうね、道具使わないです。カタログすら見せないです。<laughs> あのー、もうなん、なんちゅうのかな、営業って取れると思えば取れちゃうんで、あの取れると思って、自信を持って、バンとやってるだけなんで、あの資料がいらないんですよね。こうこうこうだから売れるとか、そんな世界じゃないんですよ。売れると思ってっから売れてるだけなんですけど、これをね、うん 可視化していくってすごい難しいんですよね。それ本人も何で売れるか分かってないか、ない、ないですから。ということで、それを誰かが同行しながら、 あの可視化していくっていうのを、これ結構ね、あのまあ、売れない営業マンが可視化することはまず無理ですからね、ある程度、中堅以上のやつで自分も売れてトップセールスが自分と違う何か、どこが違うのかっていうのを見極められる人がやるしかないですから、それを実際可視化してするっていうことをやって、何が違うんだろうっていうのをね、やっぱり拾い出していく。 えー、ということで、この可視化してね、今度は再構築してっていうところは行くんですけど、えー、今回メルマガの中ではね、えー、ここまでの話しかしてなかったんですけど、まあ、実際ね、セールスイネーブルメントをね、えー、会社に導入しようとしたら、かなりの時間もかかります。えー、実際1年ぐらい、ね、かけて、まあ、一緒に現場に出て、えー、トップセールスと一緒に回らさせてもらったり、 えー、それを紐解いていったり、まあ、1人、2人、3人ぐらいかな、えー、トップセールスって言える人と回らせてもらって、えー、それを可視化して、えー、その中から抽出した要素を、今度再構成するっていうことをね、まあ、私とその、まあ、誰か担当ね、中堅でもいいですし、まあ、社長自らやる必要はないですけどね、営業部長クラスでもいいと思いますけど、えー、一緒になってとにかく作り込んでいって、 であ,のまあ、ある程度作ったら実際に現場でやってみて本当売れるか売れないのかっていうことですよね。プロセスがこれやればこんだけの成果が出るっていうのをね、ちゃんと作り上げてあ大丈夫だというものができて初めてね、それをあの体系化して、えー、社員に渡していくと。そのための資料をどう例えばこうやって、ね、動画を撮影して。 あの社員さんに見せるであるとか、えー、シナリオを作り込んでいくとかっていうのをね、えー、実験をした後でちゃんと作り上げていくっていうところまで、ね、きちっと完成させて、えー、お客さんに向ける 資資料料と社内向けの資料それで今度は営業だけじゃなくて管理部であるとか、えー、工事部であるとかね、えー、発注する部門であるとかそことの連携も全部取っていかなきゃいけないですからね、えー、そういったことまできちっとやろうと思ったらやっぱり1年2年かけながらきちっとしたものを構築するただそこでかけただけのものはね間違いなく会社に資産として残りますからね、えーぜひ 今のうちにセールスイネーブルメントっていうのは、えー、会社にね導入するのが、まあ、私はいいんじゃないかなというふうに、えー、結構真剣に思ってますんで、えーまあ、自社でね導入されたいっていうのがあったら、まあ、ぜひお問い合わせください。お願いします。